こんにちは、北村チャンネルです。今回のおすすめ中古はレンズ付きで約5万円以下、そしてレンズ付きでも約 500g 以下という小型軽量のミラーレスカメラを探しみました。もし気になった商品がありましたら、動画概要欄に記載のリンク先で各商品の在庫を確認できますので、ぜひご利用ください。それではまず一つ目のおすすめはこちら、パナソニックルミックス DMC-GX1 です。こちらは2011年に発売され、ハイアマチュアユーザーをターゲットに開発されたミラーレスカメラです。高性能が小型軽量薄型ボディに凝縮されており、ボディにはアルミニウムが採用されて剛性と上質感が両立されています。解像感、立体感のある描写力と忠実な色再現性にこだわった高い画質性能を持っており、機能面では特にフォーカス性能が強化され、約 0.09 秒という高速オートフォーカスによって快適に撮影できます。撮影意欲と所有欲を満足させる本格仕様のミラーレスです。そして別売のレンズですが、発売当時のキットレンズが2万500円くらいから販売されており、動画撮影で滑らかにズームできる電動ズームと手ブレ補正機構を搭載しています。薄型デザインで約 95g しかなく、ボディと合わせても413 g と非常に軽いセットです。続いて2つ目のおすすめはこちら、ペンタックス Q10 です。こちらは2012年に発売された、まるでコンパクトデジカメのような手のひらサイズの超小型軽量ミラーレスです。センサーサイズや画素数は控えめですが、センサーサイズを補うボケコントロール機能で一眼らしいボケ表現が可能になっており、9種類のスマートエフェクト、11種類のカスタムイメージ、そして19種類に及ぶデジタルフィルターを駆使して多彩な写真表現を楽しめます。さらにこの小さなボディにポップアップ式の内蔵ストロボに、ボディ内手ブレ補正機構、そして秒間最高5コマの高速連写性能も備えるなど、コンパクトボディながらも非常に高性能なカメラです。そして別売のレンズですが、キットレンズが約3600円くらいから販売されており、ボディとセットでも約2万円という価格も魅力です。焦点距離は 35mm 版換算で 27.5mm から 83mm 相当で、ボディと合わせても 296g という驚きの軽さ、ちょっと特徴的なカメラをお探しの方におすすめです。そして3つ目のおすすめはこちら、ニコンのニコン1V2 です。こちらは2012年に発売された1型センサー搭載のミラーレスで、今回ご紹介する中では唯一電子ビューファインダーを搭載したモデルです。電子ビューファインダーや指がかりのいい大型グリップによって凹凸が大きいデザインで、内蔵フラッシュも搭載していますが、ボディは 337g ととても軽量、動く被写体への追従性が高い位相差 AF と、暗い場所でも高精度なコントラスト AF の2つの AF 機能を備えたアドバンストハイブリッド AF システムのほか、 AF 追従で秒間最大で15コマの高速連続撮影機能も搭載するなど、一瞬を捉える性能が特徴のカメラです。そして別売のキットレンズは 18,400 円くらいから販売されていますので、ボディとセットでほぼ5万円くらいとなります。焦点距離は 35mm 版換算で 27mm から 81mm 相当となり、レンズには手ブレ補正機構も搭載されていますので、手持ち撮影でも安心のセットです。そして4つ目のおすすめはこちら、同じくニコンのニコン 1J5 です。こちらは先ほどのニコン 1V2 の登場から3年後の2015年に発売。ニコン1シリーズでは初めて搭載された二面照射型の CMOS センサーと光学ローパスフィルターレスの使用によって、解像度の高い高画質な静止画と 4K15P、フル HD60P の高画質な動画記録も可能です。また上方向に180度回転するチルト式液晶と専用モードによって自分撮りも楽に行え、 NFC 対応の Wi-Fi も内蔵していますので、クリエイティブモードを駆使したこだわりの画像を簡単にシェアできるという本格仕様と高い操作性が追求されたミラーレスです。そしてこちらのキットレンズですが、11,900 円くらいから販売されていますので、ボディとセットで 38,400 円くらいとなります。焦点距離は 35mm 版換算で 27 から 81mm 相当で、動画撮影で滑らかにズームできるパワーズームと手ブレ補正機構も搭載。これだけ高性能なミラーレスを 350g という軽さで持ち歩けるのは大変魅力です。そして最後にご紹介するのはこちら、キャノンの EOS M10 です。こちらも2015年に発売された一眼が初めての方向けのエントリーモデルのミラーレスです。
凹凸の少ないスッキリとした小型軽量ボディに一眼が初めての方でも安心して使える操作性の良さが特徴です。自分撮りにも対応できるチルト式液晶モニターに加えて自分撮りモードで美肌や明るさ、背景ボケなども簡単に調整。さらにクリエイティブアシスト、クリエイティブフィルターでイメージ通りの絵作りができてフル HD 画質での動画撮影も楽しめます。こちらも Wi-Fi や NFC に対応していますのでスマホ転送も楽々です。なお別売のキットレンズは5600円くらいから販売されていますのでボディとセットで約3万5700円です。焦点距離は 35mm 版換算で24から 72mm 相当。手ブレ補正機構が内蔵されていますが質量は約 130g に抑えられており、ボディと合わせても 431g という軽さです。10年前という古さを感じさせないデザインと性能を備えたおすすめのカメラです。いかがでしょうか。お手頃価格で小型軽量のミラーレスカメラ、もし気になった商品がありましたら北村ネット中古で在庫をお探しください。またカメラの北村では税別1万円以上の中古カメラやレンズを対象に中古カメラ6ヶ月保証がつきますので安心です。一部対象外の商品やご利用条件がございますので詳細は動画概要欄に記載のリンク先でご確認ください。もちろん中古販売だけではなくカメラやレンズの高価買取下取りも行っております。カメラの北村店頭のほかお近くに店舗がない場合でも北村ネット中古からお申し込みできますのでこちらもぜひご利用ください。ご利用お待ちしております。